ウェブのあるユーチューブ。どうも、ともきんどぃす。5月から6月中旬ぐらいまで、クワガタがね、いるということで、あたり真っ暗なんですけど、まあ夜だからね、当たり前なんですけど、その検証をね、したいと思います。また次から動画を。どうも、ともきんどぃす。まっすぐ、このまままっすぐ行ったら奥多摩。左に曲がると八王子、あきる野というところまでたどり着きました。あともうちょっとなので、しばしお待ちください。どうも、ともきんです。やっとたどり着いて、車ですね。やっぱダメでした。登れなくて、今押してます。いやいやいや、ここにね、こう、懐中電灯もね、持ってね、来たんですけど、周りがね、明かりが少ないんですよ。いるのはガぐらいなもんで、本当にこの時期で本当にここに取れるのかっていうね、問題なんですよ。はい。これ消すとちょっとね、真っ暗になって、これつけるとね、僕の影がここにあるっていうね、カメラの、あれも出るんですけど、影がね。もうせっかくね、ポケットにゼリーをね、3つとね、あとね、昆虫入れてもいいようにね、カゴもね、用意してきたんですよ。それがのにね、もうダメなんですよ。もうこの時点でアバウトですよね。いや、ネットに書いてあったのが、クマに注意って書いてあったんですよね。なんでクマに注意なのかよくわからないですけど、うわ、もうね、もう懐中電灯、意味ない。しかもね、そうそうそう、ごめんなさい、ガタ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 言って。もうね、もうアバウトですよ。もう、坂がね、登りきれないんですよ。まだ先坂なんですよ、これ。わかります？これ。これまだずーっと山道をね、登ってくんですよ。だからね、果たしているのかって話なんですよ。これ越えたあたりになんかトンネルがあって、そこをね、くぐったところにね、うじゃうじゃいるみたいなね、書き込みがあったんで、それをね、ちょっとね、ちゃんとね、検証してやろうじゃないかと思ってね、来たんですけど、途中でね、まあ、この時間にね、車椅子でね、いろいろね、やっぱり、警察の人にね、声かけられちゃうんですよね。こんばんは、何してるんですかみたいなね、感じで、声かけられちゃうんですよね。いや、普通に受け答えはしますけど、もう何しろ、足が痛い。いやー、ほんと、なんていうのかな。うまい具合にね、取れれば、このね、痛みもね、我慢するんですけど、取れなかったら最悪ですよね。あ、あと注意で、坂終わる。そうすれば電動に乗れる。はぁ、登り切った。中途半端。はぁ、しんどい。はぁ、しんどいわ。なんかね、いろいろ捨てたってダメですよね。なんかね、足元に弁当のね、クイッカツとかね、缶ビールが飲み切った缶とかね、捨ててあったんですよ。まあ、木蹴った場所もいいようにね、傘持ってくれなかったんですけど。よいしょ。よし、これで。よいしょ、前はごめんなさい。よいしょ。これで、取れれば、行きたいと思います。Go。 あ、こっちの方が楽。あ、死んで、トンネルに突入。ほっ、うわ、怒っちゃうよ。トンネルってこんな響いて面白いですよね。小さい頃すごいトンネル大好きで、窓からね、こうやって顔出してね、うわ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 とかね、この反響がいいですよね。 YouTube YouTube、 うん、やっぱりいいな。まあ、それいいんですけど、検証動画なんでね、撮りたいっていうか、もう検証でまじまじとやってダメでしたパターンをやめてもらいたいですよね。まあ道端にもね、行く途中にいるって言ってたんですけど、いるって言ってたっていうか書いてあったんですけど、落ちてっていうか、まあ道端にね、一匹もいなかったんでちょっと不安で来たんですけど、もうバッテリーがね、
残量が少ないんでね。おお、すげえ狭め。うわ、すごい狭いっすよここ、まあ、トンネル抜けたんですけど、すごい狭いですこれ。いやもうね、このトンネル抜けてからもすぐいるって言ってたんですけど、まあ、見渡す限り全然いないんですよね。痛い。いや、いないんすよね。しかもプロテインしか食事取ってないんで、食事の代わりにもならないんすよね。で、いきにね、缶コーヒーをね、1本買って飲んできたはいいけど、ダメっすね。なんだこれ、ガセネタだったのかな。いや、ガセネタにつけよ、これ。誰もってか、一匹もいないし、これ。いるの、ガだけですよ、ガ。ダメっすね。なんなんすかね、これ。一匹もいないっすよ、これ。ほら。一匹もね、道路にいないんですよ。いるのはね、へんてこな虫だけです。もうこの坂をね下ってね、ちょっと下のところに行ってちょっと確かめてみたいと思います。またその時に動画を上げます。あ、くっつけます。どうも、途中です。坂をね下ってきてるんですよ、調子でね。だけど周りにね、カブトムシとかその辺のね、昆虫がね、残骸がね落ちてないんですよ。手離したらとんでもないことになるんでね。いや、もう結構ね、あたり一面探してるんですけど、見てね探してるんですけど、ないなんしろね、いないんですよね。まあ、クマに注意って書いてあったっていうか、その掲示板みたいなのにね、クマに注意って書いてあったんですけど、道端にね、看板、クマに注意とかね、警告みたいなのあるじゃないですか、鹿飛び出し注意とか。そういうの全然書いてないんですよね。ガセがったのかもしれないですね。それに、トモキンが、知らず、本当かなっていうね、検証を勝手にやってるだけなんで、その掲示板にね、載せてる人がね、悪いとかそういうのじゃないんですけど、はい。それはないんですけど、いや、実際問題ね、ほら、あたり一面、ね、いないんですよ。いや、本当にね、あたり一面、何もいないんですよ。あたり一面。何もいないんですよね。なので、僕はね、このまま続けて良いのやらっていうね、あれもちょっとあるんですけど、まあ、もうちょっとね、行って、そうっすね、ダメなら、登り坂もすごいあったんですけど、そこを登って、U ターンして自宅に帰ろうと思います。だってもう真夜中のね2時半なので、もう帰ろうと思います。もうね、周りは畑、とかね、結構密集してるところなんで、いくらね探し回ってもいないんですよね。どんなにね、行っても多分これね、これ先行っても多分ね、いないと思うんですよ。なぜならさっきの道端でね、拾えるよって書いてあったあれにもね、触れてもいないし、まあもうトンネルをね、こうくぐったら、いるよとか、トンネルの手前でも拾えますみたいなね、こと書いてあって、そんでその途中にクマに注意みたいな、鍵閉じでクマに注意とか書いてあったんですよ。だけど、こうね、先まで来ましたけど、もう真っ暗で何も見えないんですけど、カメラもライトもね、意味ないんですけど、懐中電灯でしたらこんな真っ暗なんですよ。何もいないしね、ほんと。ただ寒いだけで喉乾くし、もう2時半過ぎたしね、何が面白いんやらっていうことで終わるんでしょうね、この検証動画。だって5月から6月にかけてですよ、もう6月ですよ。なのに書いてあったことに対してね、全然ドンピシャリとも来てないんですよ。これでね、コクワとかね、一匹でもいれば、あーなるほどなってなるんですけど、一匹もね、ゲットできてなくてね、その検証でね、まあ無駄な時間をね、こうやってね、費やすのは別に問題ないんですけど、そガセはやめた方がいいですよね。いや、僕ね、近所のね、子供にね、カブトムシとかね、またお願いねって頼まれたんですよ。だからね、そのネットでね、今度クワガタがね、取れるとかね、書いてあったんでね、はい、ちょっと来たんですけど、やっぱりね、全然、周りにね、くの字もないし、はたまたカブトムシのかの字もないんですよ。周り真っ暗だしね、
もう しかも何やってもつまらない。これ真っ暗いね。しかもね、牛の糞の匂いしかしないっていうね。勘弁してもらいたいですよね。牛の糞の匂いだけあるのは。あとは、ちょっとね今通り過ぎたんですけど、左右手の方か、左じゃなかったですね、右手の方にお地蔵さんがあったぐらいですね。何やらもうそのガセに思いっきりやられたっていうね、この貼り付けた人のねガセにやられたっていうねことになっちゃうのかな。信用しきっちゃった自分も悪いんですけど、まあね、まあ信用してもいいネットと信用しちゃいけないネットの書き込みっていうのはあると思うんですけど、僕はね一人でも多くのね書き込みをねなんかこう実況してね、実況というかあのこの人は本当だよみたいなね書き込みをね、コメント欄にねちょっと書き込みをねしたいなと思ったんですけど、もうねだいぶね下がってきて、もうねこれ以上先行くとあの心霊スポットに行っちゃうんですよね。なんでこの時間帯に心霊スポットに行くのやらというこのね昆虫採集をね頼まれて、まあいたのもあるし、まあその書き込みもね信用したいっていうのもあって来たっていうね流れもあって、その途中でねこの心霊スポットに近づいてるっていうね、はい、もうしかもね電動車椅子もねバッテリーもねあと走れて 2.5 キロぐらいしか走れないんですよ。なので僕帰れるかどうかが心配なんですよね。でまた予備があるからいいんですけど、まあモーターがこの坂を登ってねモーターが焼き付いたからもうそれこそまさにアバウトなんで、また押して歩くようなんですけど、まあねここまで来てもうダメなんで、これまっすぐ行ったらもう心霊スポットなんで一回ここで一回止めます。